はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、ウィニングポスト9 2020続きやっていきましょう。8月の2週からと、難易度スペシャル引き継ぎありでやってます。さあ、行きますか。今週はね、キング占領が出走と、あとはね、エアダブリンですね、が出走と。まあ、ネクストで。エアダブリン、ここはね、一番人気。まあ、ネクストで。よし、勝ちましたね。G は2勝目かな。さあ、そして占領。まあ、ここはね、人気なんですが、ちょっと苦しいよね。ああ、でも2着来たか。さあ、ルドルフ。ルドルフ、ちょっと機種変えたいですね。うん、やってくれたね。G は2勝目。まあ、いい感じにね、走ってますけどね。まあ、勝つとね、もうバンバン絆溜まりますからね。まあ、勝つことが大事。ルドルフやね。ああ、厳しいな。はい、それじゃあ、違う、ダンスパートナーやね。ダンスパートナーを4周やな。はい、じゃあネクスト。さあ、ルドルフ出走。ただね、これはちょっと厳しいです。ウィップはね、騎手大事ですから。さあ、オモノサウンドが出走ですね。はい、ネクスト。まあ、自家製サンバも少ないですしね。まあ、ここもバンバンね、飛ばしていきます。はい、ダイジェストで。さあ、一番人気ですが、まあ、シーツね、もちろんいるので、短い直線に入って、どうかなと。さあ、来てますけどね、ちょっとこれは届かんか。届かんねえ。2着と。2着にはどうやらオモノサウンド、勝ったのはゴドーム。まあ、楽しいね、でもね。なかなかね、あの、連勝ってできないんですけどね。オッケー。まあ、悪くないよ、確かに。もうレベルの高い史実がいても、きっちりね、まあ、走っては来てるんですよ、サウンド。事実2つしか取ってないんですけどね。うん、一応ね、まあ、今年でも引退だろうということで、登録なんですが、はい、こんな感じですね。今放牧出して休んで、その後、G22 戦使って、やっぱ最後ね、まあ、引退レースは有馬記念だろうということで有馬登録してます。よし、じゃあネクストで、ちょっと守護馬としてね、まあ、使いたいなと思ってるんですけどね。さあ、大物ティターンと、そしてメジロドーベルが来ましたね。ドーベルちょっと早めたいですけどね、これデビュー。焦る人ない、2歳以上なる人ね。なる人ないかな。ドーベル、そうですね、どうしようかな。じゃあ11月4週か、11月の1週あたり行きましょうよ。で、騎手はね、そうやね、とりあえずここ上げたいんですよね。OK、あとは大物ティターンか。1600、いや、もうちょいっていうかね、まあ、こいつは長い距離で使いたいので。デビューは全然11月の3週くらいでいいんですが、あ、2000とかのがいいですね。で、騎手はね、どうしようかな。そこまで期待はできないっすよね。できないんですよ。どうすかな。難しいな。
っと軽く確認しつつ、横乗りでいくか。はい、よし、大丈夫やね。はい、それじゃあネクスト。あ、9月入ったんでね、ちょっと育成に絆使っていきたいですね。大物サウンドにがデビュー、そしてファビラス・ラフィン OK、 キングルドルフも OK やね。よし、騎手完璧と。ちょっと使っていこう。まあセウス界もちろんね使いたいんですが、やっぱこっちやろ。もう2つ使ってしまうかな。うん、そうしよう。こいつにぶっ込もう。やっぱ自家製3馬でね、やっぱ G1 またちょっと無双したいですよね。そろそろね。まあ、自家製3馬始まったばっかなんですけどね、まあ、そろそろでも欲しいよ。よし、じゃあ行きましょう。ネクスト。狙えるならやっぱ三冠も狙っていきたいですしね。さあ、主のサウンドに。OK。あ、これもね、あの、サウンドの子供です。サウンド3区は、でもね、結構頑張ってますよ。に入りました。これからの勝負、大物サウンドに先頭、差はほとんどありません。あと 200m、 先頭よし、まあ大丈夫やね。どうすかね、まあサウンドくらい慣れますかね。まあ、ダートはね、あの結構薄いところもあるじゃないですか。そこを狙えばね、あのチャンスありますから。全然芝はちょっと苦しかったりするんですけどね。よし、とりあえず初戦は勝ちましたね、きっちりね。ファビラス・ラフィン、ここは人気。よし、勝ったと。いきません。ルドルフ、ここはまあ騎手が完璧ということで、うん、やってくれるんじゃない。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。お、余裕じゃない、これは。余裕じゃねえわ。先頭はキングルドルフ、2番手は大丈夫かな。この手応えはどうか。いや、粘れるか。粘れよ、粘れ。よし、オッケー。キングルドルフ1着、2着にはどうやらファイナルウィナーズ。キングルドルフ見事1番人気に応えました。ただまあそんなに能力ね、よくはないですね。高くはない。はい、オッケー。まあスピードも C ある。ないかもしれないですよね。ルドルフが、まあ、今こんな感じですよね。まだ馬若いな。うん、そういうことにしとこう。ルドルフ次が1400か。まあ1400でもいいですけどね。もうちょい長いの行こうよ。1600。まあ1600も、まあなんとも言えないですけどね。よし、こっち行こうか。まあ、この後、2周休んで、またね、ちょっと考えたいなと思います。はい、それじゃあ、ネクスト。キングノーザンがデビューですね。騎手は完璧。はい、騎手は完璧ね。で、キング占領、ここ頑張ってほしい。あとはダンスいただくが、参加に向けて動き出すと。さあ、占領頑張れよ。1800は得意距離。笹の小判か。さあ、ネクスト。2着。キングノーザー人気ありますね。よし、じゃあまあ、第1テストで。あ、サウンド2の、ちょっとローテーションも決めないといけないですね。キングノーザー、先頭、2馬身から3馬身のリード。残り200メートル、後続を引き離しにかかります。2番手は、ノーザーはね、あの、結構期待できると思います、これは。キングノーザー、強い強い、キングノーザー、圧勝。
さあここは勝ち、自家製サンバのレース増えてきましたね。いい感じですね。またスピード A プラス、まあ最低でも A プラスが欲しいですね。まあこれはネクストで。よし、勝った。当然。はい、いいですね。いい感じ、いい感じ。さあ来た、サウンド2。よし、サウンド2、いいね。1500から2600、かなり使いやすいね。まあ調子落ちてると。まあとりあえずここ1戦使って、まあその後ね、まっすぐ休ませよ、2周くらい。そして考えます。ノーザンはね、うん、まあ焦らずそれでいくか。ちょっと1周出すか。はい、これでいきましょう。で、ルドルフ OK、サウンド OK。 で、OK。 よし、大丈夫かな。はい、じゃあネクストで。さあ、出走2戦目。ここもね、一番人気。ただ絶好調ではない。さあ、いよいよ直線の攻防、大物サウンドに先頭。リードは2馬身から3馬身。大丈夫じゃない。一気に後続がやってきた。ゴースタルカフェ必死に追う。よし、安定してますね。大丈夫やね。オッケー、粘りましたね。1着、2着にはどうやらゴースタルカフェ1番人気に応えました。大物サウンドに、サウンドにいいよ、なかなか。これ足毛牝馬ですから頑張ってほしいね。お、グッとくる感じ。オッケーオッケー。ガツンじゃないんですけどね。まあまあグッとくる感じ。オッケーそうです。これがもう2000年のまあ後半とかね。2000年まあ後半っていうかさ、まあ2010年とかさ、その辺だったらね、まあグッとくる感じかっていう感じなんですけどね。このまだ1990年代ならね、オッケーです、オッケーです。エアダブリン、そしてルドルフ、ダンスパートナーの大物サウンドね。あ、96年ですからね、しかもね。よし、まあこれは使いやすいんで嬉しいですね。よし、サウンド2、スピード B。うん、オッケーオッケー。そしてまあダートなので、あの、取れますよ。G1。ちょっと狙っていきましょう、これ。じゃあ、ネクストでいいかな。エアダブリン、ここもね、一番人気。ネクスト、よし、勝った。もう、海外の長距離はね、もうエアダブリンですよ。直線に入りました。これからの勝負、シルキーグラス。まあ、他の難易度だったらね、あの、もっとね、無双できると思いますよ、エアダブリン。差を広げにかかります。リバースパイオニア懸命に追いすがります。あと 200m 後続を引き離しにかかります。2番手はリバースパイオニア。結構いいね、キングルドルフ。この馬で決まりか。キングルドルフ強い。ルドルフいいね。キングルドルフ圧勝ゴールイン。キングルドルフ1着、2着は微妙です。これは桁外れの強さだ。キングルドルフ、さあここも勝ちましたね。まあこれからの馬ですからね、こいつは。よしよしよし。さあ、そしてダンスパートナーですね。まあこれはネクストで。さあ来た、大物サウンド2番人気。さあトップガンと激突。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。どうっすかね、来てます。先頭変わって前のトップガン。いやー、ちょっと苦しいか。後続を引き離す前のトップガン。ただいつもいいとこ走ってる。いつもね。マーベラスサンデー、前のトップガン、前のトップガン。一着、二着にはどうやら桜ローレル。さあ、ローレル乗った。ローレルちょっと見てなかったな。成田ブライアントのね、戦いが終わったと思ったらね、これですからね。
ついよね。前のトップガンにさ、桜ローレルって、まあ、マーベラスさんでもいますしね。もうきついわ。ただよく頑張ってる。どのレース選んでも、まあ、G3 だったら勝てるんですけどね、まあ、G2 以上だったらね、まあ、何か試合いるんですよ。金札、まあ 2G もね、まあ、必ず出てきますよね。はい、これありがたい。さあ、3周はね、ダンスイザダークに一つ、使いたいんですよね、絆を。闘志を使いたいので、使っても一つやな。ここは一つだけ、ちょっと使っとこうか。よし、それじゃあ、ネクスト、行きましょう。さあ、ファビュラス・ラフィン出走。メンバーどうすかね？メンバーは、まあ、ネクストで、2着と。さあ、エダブリンが出走。あと、ダンスパートナーと、ダンスイザークが出走と。OK。さあ、菊花賞。いざ三冠へ。取るぞ。あ、で、今年で、引退です。まずは、ちょっと忘れないうちに、闘志を使って、これ、絶対勝ちたいですからね、これを。よし、そして絶好調。うん、いいでしょう、これで。はい、シーツで撮ってますね。まあもちろんね、シュワバとしてもね、かなり使いやすい。で、今年で引退しないとね、ちょっとシーツが消えちゃうので、もう引退はもう確定です。あとはサウンド2か。サウンド2が、どうすかな、もう一戦使う、軽く使う。1500から2600か。めちゃくちゃ使いやすいね。1800サプライズパワー、まあ使っとこうか。ちょっと急ぎっていう感じになっちゃうんですけどね。あ、やめよ、やっぱり1400使おう。ちょっとこれで行きたいなと思います。はい。とりあえず OK かな。じゃあネクストで。さあ、エアダブリン出走。頑張ってほしい。5着。そしてダンスパートナー。ここは一番人気ですね。はい。勝ちました。あー、誰も持ってってないな。どうしようかな。いや、予定変更なしでいいか。さあ、来た。まずね、この3000走れるやつが少ないですからね。こう、出走ね、いろいろ出てるんですが、少ないんですよ。いざ勝負の時、マウンテンストーン、先頭、ロイヤルタッチ。さあ、かなり後ろにいましたね。オリーブ風船、2番手、手応えは。大丈夫これ。届かんやろ。マジで。うっそやろ。本当にかこれ。宿命のライバル対決、この一戦を制したのはロイヤル。ここね、三冠取っとかないとっていうね。マジ負けた。競馬っていうのはね、何が起こるか分かんない、だから楽しい。ただこれはね、勝ってほしかったわ。
これは痛いよ。これは。マジで。ロイヤルタッチ負けだ。ロイヤルタッチ負けた。ロイヤルタッチってね、何でしたっけ？何取ってましたっけ？キサラギ賞がなんか取っとったよね。負けた。何があるか分かんないですね。さすがに余裕で勝ったと思ったな、これは。まあ、ネクストで4着か。まあ、ここ取れれば、結構ね、使いやすくなりますよね。まあ、期待もできる。さあ、直線に入りました。これからの勝負、ハイネルティグレス、先頭。しかし、後続のアシードもなかなかいい。さあ、いい感じですね。ここで先頭変わって、リングの。あ、ただ、ロイヤルタッチって、菊花賞2着か。シリーズで逆になったってことね。キングノーザン見事一番人気に応えました。よし、勝ちましたね。いいわ、自家製サンバで取るわ。ん、ブライト取った今。ブライト来ました今。お、来た、サイレンスズカ来ましたよ。まあそうですね、1月3週くらいでいいですかね。いや、ちょっと早める。まあどうやって使うかちょっと迷いますね。お、ドーベル来た。そして大物サウンドですね、出走。 OK、 ルドルフやね。ルドルフね、まあ、ダートはダメなんですが、次どうすかな。結構いい感じですよね。まあ1600ちょっと使いましょうか。でサウンドには OK で、あとはノーザンか。ルドルフやろ。で、あとノーザンね。はい。ノーザンが、ただちょっとこれ休み入れたいね。まあ、朝日杯行くとして、まあ、ホープフルも行きますか。まあ、じゃあ、もう一周休んでで、ね、いいんじゃないですか。はい、それじゃあネクストいきます。はい、メジロドーベル出走、もちろんね一番人気と。これは勝ちやろ。メジロドーベル先頭、2馬身から3馬身引き離す。アイネビガーズ2番手、手応えはどうか。やはり、まあ、牝馬3冠、まあ、ドーベルで狙おうかなと思います。これは完全にちぎれた。メジロドーベル先頭です。このまま押し切った。いいね、勝ちました。手はアイネビガーズ、メジロドーベル1着。さすがドーベル。完勝、メジロドーベル1着、2着はバイネビガーズ。これはものが違う、メジロドーベル。よし、オッケー。さあ、そしてサウンド、ここ一番人気ですね。ダイジェストいきましょう。いよいよ直線の攻防、プリムラライブ先頭。しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。ここで先頭ドーベルね、ちょっと騎手迷ったんですけどね。吉田豊騎手乗せようかちょっと迷ったんですけどね。先頭は依然として大物。さあ、ここ粘れよサウンド、粘れ。大物サウンド先頭だ。大物サウンド大激戦のゴール前。どう、これは写真判定です。結構今のギリやったね。捕まったか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。さあ、グッと来て、さあサウンド勝ち。よし、勝ちましたね。あとはラスト
まあ、引退レースにするかもしれない。まあでも引退ですかね。さあ、大物来たんすね。調子。もうちょい後にするか、じゃあ。さあ、行くぞ。G1 ホース。連覇なるか。女帝。北斗ベガ。G1 ホース。ゴルゴンゾーラ。さあ、史実揃ってますが、頑張ってほしい、ダンスパートナー。来たんやね。あ、まあ、それくらいでもいいっすね。全然。デビューね。2200。遠すぎる。2000m。まあ、もともと4周がデビューしたもんね。いや、ちょっと待てよ。2000。もうちょっとあと行こうかな。12月を3周で行きましょう。はい、これで OK かな。あ、結構いい時間来てますね。じゃあ今回はここで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。